武万山市は中華人民共和国安徽省東部に位置する地級市。工業が発達しており、中国十大鉄鋼基地の一つである。また、香港証券取引所に上場している、武万山鋼鉄の本社がある。武万山市は、安徽省東部、長江下流南岸に位置し、北西で合肥市と南西で武庫市と東に南京と隣接する。低い丘陵地帯に囲まれているため、中国の他の鉄鋼生産地帯ほど空気は汚染されていない。市南西部にある採石磯は、近海両王の南宋遠征における採石の戦いの古戦場で、李白の詩でも有名である。採石磯は、長江の三大磯と呼ばれる有名な断崖の一つである。また採石磯に立つ太白楼は、長江沿岸にある四大楼閣の一つで、採石風景区は国家観光地点の一つで自然の風景と人工風景が結合している。馬倉山から長江南岸に上流に行った 240km のところに細長い鉱山地帯がある。1930年代に鉄道の開通とワイ難で解散した石炭により、日本は1938年に鉄鋼業を開くことができた。しかし、第二次世界大戦において、設備が破壊され、1953年に生産が再開され、第一次呉可燃計画の期間中に、馬倉山は中国共産党の指揮のもと、急速に成長した。馬倉山には、硫黄、石灰石、石油化学、セメントの工場がある。1954年には、馬倉山は5レベルに昇格し、1956年10月12日馬安山は4レベルに昇格した。戦に負けた項羽が、自分の愛馬が無事に川を渡ったことを確認した後に、現在の馬倉山の地域で捕獲され、殺された。項羽の死を目の当たりにした愛馬は、悲しみ川に飛び込み溺死した。それを見た船乗りが馬の鞍を近くの山に埋葬したことから、この都市の名がついたとされる。三市下区、三県を管轄する。武万山市馬鞍山市主要産業は、鉄鋼業で多くの労働者が武万山鋼鉄に雇用されている。2005年現在、鉄鋼プラントは拡大している。発達した工業インフラと急速な輸送機関の整備により、馬倉山は、たくさんの産業が急速に発達してきている。武万山市は安徽省内で1年間の設備投資金額が1位であり、次いで合肥市、安慶市、武庫市が続く。省内における武万山市の人口ランクは16位であることから、武万山市の1人当たり GDP は 29,704 元と安徽省1位であり、長江デルタの平均値に近い。支線李白の記念碑が馬倉山の南西にある。李白は水に映る月を抱こうと試みた後に溺れたと言われる。中国最初の詩の祭典が2005年10月25日から30日の間、馬倉山で催され以降は毎年1回開かれている。国務院文化部、中国作家連盟、安徽省政府の支援による祭典の目的は、ポエティックチャイナ、ハーモニアスチャイナ。であった。大学重点校中中華人民共和国国家統計局中国統計年間2006年版表3から旧畜生産総値を参照せよ。2005年の1人当たり GDP は、甘肃省は 24,560 元、浙江省は 54,476 元である。ちなみに、安徽省は 8,675 元である。ありがとうございます。